ロッテの佐々木朗希投手、22歳の契約更改が来年に持ち越されることが28日確定した。この日、球団の年内業務が終了して来季プロ5年目の佐々木朗希投手は初めて契約を未公開のまま新年を迎えることになりました。球団側に要望した今オフのポスティングシステムでのメジャー挑戦は実現しなかったですが、今後も消えない夢は持ち続けて、1月中には契約更改すると見られます。これまで、球団は代理人との複数回にわたる交渉で、佐々木朗希投手が希望するメジャー挑戦についてなどの話し合いの交渉が長期化していました。今月上旬には、佐々木朗希投手サイドがポスティングシステムによる、コンオフのメジャー移籍を要望していることが判明しました。球団側が認めないまま、今月15日に今年の申請期限を迎え、コンオフの移籍は実現しませんでした。ただ、佐々木朗希選手にとって、メジャー挑戦は入団時からの夢。3月に WBC を経験したことで、1年でも早くという思いは強くなったようです。佐々木朗希選手に近い関係者によれば、来オフも継続して夢の実現を訴えていくといいます。球団も将来的なメジャー挑戦については肯定的に捉えていて、ただ今季も左脇腹の肉離れなどで3度離脱するなど、プロ4年間で一度も年間を通じて稼働できたシーズンがないこと、さらに25歳ルールの壁もあり、早期ポスティング移籍は佐々木朗希投手と球団両者にデメリットが大きいとのことでした。今オフ、25歳でドジャースに移籍した山本選手はメジャー投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル、約458億円で契約を結び、オリックスには5062万5000ドル、約72億円もの譲渡金が支払われます。だが、25歳未満の選手はマイナー契約しか結べず、球団もわずかな譲渡金しか得られません。5年間メジャーリーグでプレーした吉井監督は、入団当初からいずれはメジャーリーグに行きたいという話を聞いていたと述べ、さらに自分なら球団にもっと恩返しをしてからでないといけないと思ったりもすると話しました。ただし、選手の視点では挑戦するなら早い方がいいという意見が強いです。17年のオフには日本ハムの大谷翔平選手が5年目で23歳になり、マイナー契約でエンゼルスに移籍しました。来季のオフには佐々木朗希選手も同じく5年目で23歳になり、挑戦することになります。米 CBS スポーツは26日に次にメジャーリーグ球団と巨額契約を結ぶ日本の3選手の一人として佐々木選手を紹介し、地球上で最も才能がある投手の一人と称賛しました。これまで登板するたびにメジャーリーグ球団のスカウトが集まってきました。新年を迎えて契約を更新した後には、大きな夢を持ってまずは目の前のシーズンに集中し、誰からも文句のつけようがない成績を残すことが最優先でしょうね。25歳ルール2016年以降、大リーグでは25歳未満か、プロ6年未満の海外選手はマイナー契約しか結べなくなりました。ヤクルトの村上選手は25歳になる2025年シーズン後にメジャーリーグ挑戦を見据え、昨オフには3年総額18億円の契約を結びました。佐々木朗希選手が25歳未満で挑戦した場合、ロッテに渡る譲渡金は契約金が17年オフの大谷選手と同等の200万ドル、約2億8200万円でも5000万円前後にしかなりません。もちろんロッテ球団もビジネスですから、もしドラフト会議で他の球団に入っていたとしても、日ハム、楽天、西武の3球団がすんなりと認めるとは思えません。広告代理店などがロッテ球団を煽っている可能性もありますよね。やっぱり2年連続で規定投球回数に達し、2、3年連続で何かの投手タイトルを獲得してから
考えるべきだと思います。しかし、契約更改がスムーズに進まないということは、お互いの要求や現状で折り合いがつかない。何かがあると考えられますね。今年の成績で年俸が上がるかどうかも気になります。その時点でロッテは甘えな。お菓子メーカーだからとはいえと言われても、反論できないような気もします。実際は本人の意向は推測するしかないですが、無駄に本人のイメージが悪くなるのを避けたいですね。取り巻きやブレーンは、いい時はチヤホヤするけど、ダメな時は、あっさり切り捨てる無責任な人物が多いので、その周辺の取り巻きや人間関係も、しっかりと整えることも大切ですね。ドジャースの専門サイト、ザ・ダイジェストが、将来的に、佐々木朗希選手の獲得を予想しており、佐々木が加わっても不思議ではないと述べています。これにより、3人目の日本人メガタレントの補強に期待が寄せられています。将来的には、大谷翔平選手や山本由伸選手と、共に佐々木朗希選手も、ドジャースでプレーする可能性があるかもしれませんね。今シーズンオフ、ロサンゼルスドジャースに、大谷選手と山本選手が加入し、2人の日本人選手が同じチームでプレーすることとなりました。大谷選手は二刀流として MLB で活躍し、山本選手は NPB での実績もあり、メジャーリーグでも高い評価を受けています。この2人が同じチームでプレーすることはアメリカ国内でも大きな話題となっています。ドジャースの専門サイト、ドジャースウェイでは、来シーズンから始まる2人の共闘が、チームにどんな影響を与えるのか、そして次なる日本人選手の獲得にも、期待が寄せられています。このサイトは、大谷選手と山本選手の契約に、巨額の投資が行われたことや、タイラー・グラスノー選手のトレード獲得について、物議を醸している一方で、ドジャースファンにとっては喜ばしいことだと主張しています。さらに2024年のオフシーズンに向けても、ドジャースがさらなる補強を行う可能性についても言及しています。またこのメディアは、大谷選手が2025年シーズンにマウンド復帰することを見据えながら、史上初めて日本人スーパースター2人が同じロースター、同じローテーションに加わることとなった。このようなことは、2000年のデトロイトタイガースで、秀夫生と正尾木田が同じローテーションに入った時、以来であると指摘しています。日本人先発投手が並び立つことは、ありえないと思われていたと振り返っています。その上で、佐々木朗希選手の名前を挙げ、3人目のメガタレントとして、佐々木が加わっても、不思議には思わないだろうと主張しています。これまでにも、すでに米球界関係者のスカウトが行われており、今オフには球団にポスティングを要請したとも報じられた佐々木選手の未来のドジャース入りにどうメディアは言及しています。まだ22歳であり、マイナー契約からのスタートとなる。25歳ルールに抵触することから、来オフでのメジャー移籍の可能性は低いとしながらも、大谷翔平選手、山本由伸選手の加入で、現在のドジャースで、スポットライトを浴びたいと感じるかどうかなどと、期待を寄せているようです。他にも、彼には、自分の道を、切り開くつもりもあるのかもしれないと、来シーズン終了後での佐々木選手の、米球界入りの可能性に見解を示している。いずれにしても、他チームが羨むような、日本人の主力選手を揃えたドジャースが、多くのプレイヤーから注目される、チームとなったことは間違いないと言えるでしょう。もし米球界で、佐々木朗希選手の影響で、25歳ルールが撤廃、改正されて、ロッテ球団にとってもメリットが大きくなったら、状況は変わるかもしれないですね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら、嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、
高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。